はい、皆さんおはようございます。今日が任選ミーティング当日の2019年11月2日朝5時54分です。スタッフの方は6時半に集まられるということなのでね、それを超えて現地に着けたらいいなと思います。はい、ということでね、向かっていきたいと思います。ではまた後ほど。鈴鹿サーキットに来たー。このラインにちょっと触れないですよ。そういう感じね。あ、ごめんなさい。特に色とかは関係なく、はい、今日忍者戦ミーティングが行われる鈴鹿サーキットへやってきました。もう続々とバイクが集まってますね。ミーティングを参加していきたいと思います。はい、本日は忍者戦ミーティング in 鈴鹿、A チャンネルのりょうさんのですねミーティングに来ております。りょうさんの忍戦から始まり、これだけの数が向こう側はね CBR とかいるんですけど、パレードランですね。一般ライダーが国際サーキットを自分の愛車で走れる機会っていうのはそうそう多くないんじゃないですかね。まあ、今回こういった企画をしていただいたね、目の前の A チャンネルのりょうさんに感謝ですね。鈴鹿サーキットを愛車でこれから走っていきたいと思います。今回集まった忍者戦がこれだけの数集まっています。行きたいと思います。その他には、刀ミーティングと CBR ミーティングが行われております。すごい数が集まってますね。はい、そろそろですねコースインができそうですね。あと1分って言ってたんで、待ってろよ鈴鹿。これが鈴鹿サーキットです。コースインさせていただきます。お、変わって、何シビックタイプあるんだ。シビックレースコントロールセーフティーカー、セーフティーカーはシビックです。セーフティーカーが真ん中、サイドに分かれる。鈴鹿サーキット第1コーナーです。ついさっきまでね 1000cc クラスの予選が、やられておりまして、ホームストレート、バックストレート時速307キロホンダのマシンで出てたみたいでね、307キロでこのコーナーに突っ込んでいってブレーキングして曲がっていくと、そういったコーナーになりますね。こんな広いんだな。結構スピード出すな。60キロくらいは出せるんですね。おい、あー全然向こうの方まで見えない
誰かで構わず、レースを見に来た観客の方に、ね、手を振っていきたいと思います。もう鈴鹿サーキット、ま、なんだろう、全長何キロのコースになるんですかね。全然あのそういったデータがなくて申し訳ないんですけれども、ま、先ほど走ってた NCC クラスのトップのコースレコードが2分3秒台って言ってたかな。2分3秒でトップレーサーが走り切れるコースの長さということになりますね。コーナーを攻めていくはっ、旗振りフラッカー、フラッカーたち、すごい両手でテクニカルがゆっくりと休まれてますね。手振って手振って、もうあんな幅広くなるんだ。 S 字、 S 字、これはやっぱ長いな。この長さ全開で走ってて、すべてのコース、チェコーナー、すごい精神すり減るな、プロレーサー。一歩間違えば、死ぬスピードで走ってるわけですからね。すべての周回を限界ギリギリ、最高のラインで走り続ける。タイヤが消耗していったらグリップ力もなくなっていく中、そういったものも加味してずっと走る。バイクを止めた位置が良かったのか悪かったのか、車列を見ることはできないですけど、こうやってほぼほぼポールポジション先頭をね走れるのに気持ちがいいですね。でさっき走ったあの場所まだ人間走ってる。170台すごいな。これがホームストレートか、どうやってここまで来たのか、全然まだ遠い位置だと思ってたけど、ここはなかなかに難しい。超減速してからのフルカック、ホームストレート、まだあれか、これでニダボが入ってったのかな。この隙に写真を撮っていいのかな。他のサーキットにまだ人選が並んだぞ。芝入っていいのかな、いいか、ない。すごっ、ゴイゴイス、ゴイゴイス。ヤバババ、ヤバタニエ。ちょっとスマホで申し訳ないけど、おお、すごい、あれだね、今撮られてる。素晴らしい光景です。お、
新鮮がこんなにもいっぱい。無事けここだこれだどこどこどこここだ。いやいやいやこれほっほい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 おいおろおろズームされてズームされてるやっとねしゅかあどうもどうもやばい、ヘルメットの締め付けが強くてニタニタしてたらほっぺが疲れた。あ、エンディー来てなかった。ちょっと向こうのピットレーンの中まで見に行ってしまおうかな。どうなってるんだろう。これ撮っていいのかな。あ、そこ今ピットウォークとかっていう時間だからピットの中歩けんのか。あ、美しいレースクイーン、レースクイーンたちの時間だな今。全然飛んでないんですけどちょっとよし、今度はもうね連射だからね、間違いないから。好きなんだから。なんだなんだ。すぐバレた。スクリーン立ててたらすぐバレた。よいしょ。あれまだカメラ回ってるかな。回ってるな。大丈夫。電池半分だ。S 字から出てくってたか。はい、今度はここから途中退出でございますね。鈴鹿サーキットを一周させていただきまして、これで最初のモータースポーツゲートのところに戻ってミーティング会場に入っていきたいと思います。
はい、戻ってきました。ミーティング勢たち、パレードランお疲れ様でした。はい、でこれ次でね、じゃんけん大会とか景品がもらえるようなイベントごとに移っていきたいと思います。またということで、鈴鹿サーキットでの人選オーナーズミーティング、はい、終わりまして、これからですね、今日スタッフをさせていただきました皆さんと打ち上げをしていきたいと思います。今日僕はねそのまま帰るんで、ノンアルコールで打ち上げしてからそのまんま帰りはね、高速使ってスパーンと帰っていきたいと思います。はい、皆さん鈴鹿サーキットいかがでしたでしょうか。なかなかサーキットっていうのはね、こう走る機会ないと思いますので、こういった機会があった時にはね、ぜひ予定等を調整していただいてね、参加してみていただくのもいかがでしょうか。もし次機会がありましたら、見ている皆さんもぜひ一緒にサーキット走行、パレードランしてみましょう。それじゃあまたね、バイバイ。